車載用のポンプ、今後これは非常にキーになる。4年間から5年間ぐらいで倍になっていくと。日本電産は来年2月までにヨーロッパ第2位の自動車用ポンプメーカーゲレーテ・ウント・プンペンバウの全株式を創業家から取得することを明らかにしました。自社の小型モーター技術とゲレーテ社のポンプ技術を活用し、拡大する電動ポンプ事業に本格参入するとしています。また日本電産はゲレーテ社がポンプを供給しているフォルクスワーゲンやダイムラーなどヨーロッパメーカーの売り上げを一層拡大したい考えです。